ドミティアノスが海竜族なの誰も知らない竜です。さあ本日なんですが、環境デッキ、復刻シリーズ過去の栄光再びシリーズですね。あのグラデュアルビーストデッキをね、本日はマジで作ってきたんで、こちらでねランク戦やっていこうと思っております。このグラデュアルビースト、ま、そこそこやっぱねまだいけますね。まあ、キング隊のね、月末キング隊なんでね、どうなのかっていうの話もあるんですけども、結構勝率そこそこ、6割とか、そのぐらいは、6、7割ぐらいは、あったかなと、思うんですよ。まあ、ちょっとバック除去されるのが辛いので、結構バック除去系がいっぱい積まれてるデッキは結構弱いんだけども、なんだかんだ、やっぱグラディアルビーストの、まあ、ギミック自体は結構やっぱり強くて、ウェスパシアスの打点確保とか、あと、ベスローリーの、バック破壊とか、エクイテレチャリオット回収とかね。やっぱね、このカードはやっぱ強いね。自分のフィールド上に剣闘銃がいれば、相手のモンスターの効果を、何でもかんでも無効に従いすると、墓地効果でもいいし、手札の効果でもいいし、もうなんか、フィールド上の効果でもいいし、何でも無効にできると。このカードがすごい強いですね。で、あとこれ強い。グラディアルビーストが眠る谷、ネクロバレーっていうこのカードね。このカードやっぱ強いね。環境で、墓地除外を、活用しないデッキとかあまりないので、なので、まあ、ネクロバレーとか、まあ、チャリオットとかで相手の、まあ、動きを、まあ、抑制していくっていう、まあ、そういう感じ。で、今回は、スキルバランスにしていて、バランスだとやっぱりね、魔法が1枚、トラップが1枚、まあ、モンスターが1枚とか、魔法が、1枚、トラップが2枚、モンスターが、1枚っていう、まあ、結構いい感じの、グラディアルビーストってやっぱバック構えてモンスター1体出しとくのが一番強いと思うんですよ。なので、まあ、その手札になるんで、まあ、これはまあ、いいスキル、まあ、このスキルなのかなというふうに思ってます。で、ちょっとたまにね、可愛いこのウェスパシアスちゃんしか来なくて、めちゃくちゃ事故るっていうことはたまにあるんですけども、まあ、それはちょっとまあ、ご愛嬌っていう感じでね、やっていこうかなと。で、魔法トラップはまあ、なんでもいいんだけど、基本的にはその、相手のね、展開を妨害できつつ、戦闘を、こういうモンスターで戦闘を行えるっていう方がいいと思うんで、まあ、裏返しできた方がいいかなと。思って、そこなしとかカナディアにしていますと。まあ、この辺はね、分断の壁とか、デモンチェーンとかそういうのでもいいと思うんだけど、まあ、やっぱ殴れた方が、グラディアルビーストは変身できるんでいいかなと思うんで、まあ、後ろ向きにしちゃった方がいいかなと。まあ、そんな感じです。で、そこなし落とし穴してから、このガイザレスして、相手の、破壊体制とかも、まあ、殺せたりとかするからね。あとはまあ、打点下げる要因で巡るとか、あと、インガセさんとかそういう系のカードから守れるように清掃とか、まあ、こういうカードで言ってますね。で、ネクロバレーは自分にも刺さっちゃうんで、ちょっとね、エクイテでチャリオット回収とかは、まあ、しづらくはなるんだけども、まあ、それ以上に相手の、デッキに刺さることが多いので、やっぱ、豪気とか、剣闘銃とかって、墓地そんなに、除外したりとか、墓地効果を使って戦っていくデッキじゃないので、こういうデッキにはやっぱりネクロバレーいた方がね、いいのかなと思ってます。まあ、サンダードラゴンを潰したりとか、知らぬいを黙らしたりとか、いろいろできるからね。はい。というわけで、早速、グラダルビーストリッキーの動き見していきましょう。結構このデッキはいけます。デュエルスタンバイ。さあ久しぶりに剣闘銃を作っていきたいと思っております。本日もね、実況は後付けで、やっていきたいなと思っております。最近ね、撮影するとき結構幹部会のディスコードのね方で配信しながら撮影して、で声は後付けっていうパターンが結構多いです。なので結構ワイワイしながら撮影してるんで、なんかそのこの段階に、だってあすげえプレミしてんなっていうことが結構あります。なので本日も、まあ1,2,3,4,5 プレミくらいまではするかもしれませんが、ご容赦ください。さあナビゲートをチェックするが、ナビゲートはない。さあ レティアリーを召喚していく。さあレティアリー召喚に何かがある。おそらくインガ切断、底なし落とし穴、カナディア、などなど、そのあたりじゃないでしょうか。さあ一応ネクロバレーを発動することが、あインガ切断 OK です。さあインガ切断の効果によって、モンスターが除外されて、さあマジシャツイリュージョンがいる。イリュージョンいるか、強いな。さあイリュージョンはいる。まあ、とりあえずネクロバレー貼って、でこれで、セットエンドするしかない。まだ死にませんが、ちょっと辛いか。さあ相手ので、ああ強い、ああ強いな。強いな。一応ねネクロバレーが貼ってやるんで、墓地から特殊召喚はできませんので、ブラックマジシャンをこう、まあでも墓地にいないですけどね、今墓地に行ったら特殊召喚するという効果は無効にできるし、ナビゲートの効果も使えないんで、まあそこそこ辛いは辛いと思います。さあカーテンを持ってくる、いいでしょう。
さあカーテン、さあ攻撃表示、攻撃表示した。これはおそらく、まず一発受ける、それはいいですね。カナディアで、イリュージョンさんは裏にしとかないとね、ダメージ量がちょっとえぐくなっちゃうんで。さあモンスターを引きたい。さあここでモンスター引きないと、もうそれはそれで負け。危ない危ない、トップ解決していく。さあグラディアルビーストラクエルを召喚。さあバトルフェイズ入っていく。やはりね、インガ切断、底なし落とし穴、カナディア等々、結構辛いカードが多いです。さあこれによってウェスパシアスをダメージステップに特殊召喚することにより、イリュージョンも突破することができる。さあ素晴らしい、いいですね、楽しろ。さあこれで、ラクエルをの効果を発動し、ラクエルの効果でもちろん出てくるのはベストローリー、ベストローリーの効果を発動。そして、相手の魔法トラップゾーンのカードを1枚破壊していく。さあ素晴らしい。一応カーテンがありますんでね、カーテンがあるということはですね、ブラックマシャは出てくるといったところ。さあ今のところチャリオッツは腐ってる感じはあるが、2800打点もなかなか簡単には突破できないはずだ。さあ闇遊戯選手どうする、この2800適当に雑に出てきて2800打点を叩き出す、このウェスパシアスとかいうモンスター強すぎる。このモンスター強すぎ問題。ベストローリーはまあやられるでしょ、簡単に。まあほっといたら次のターンのガイザレスになっちゃうんで、まあおそらくまあベストローリーぐらいは、ベストローリーぐらいは、破壊してくれるんでしょうけれども。さあカードを1枚、お大熱波、大熱波、なるほど大熱波、君も辛いんじゃないか、それはそれはなんだかんだ君も辛いのでは。さあ闇遊戯選手、黒魔術のカーテンを発動。黒魔術のカーテンによってブラックマジシャンは通常モンスターだから出せるっていう謎の理論。大熱波は効果モンスターの召喚、特殊召喚、判定召喚をできなくさせる代わりに通常モンスターに制限を設けられていない。さあベストローリーが破壊されてしまった。ただしこちらウェスポーシアスの攻撃ロークは2800。 おうバトルフェーズに入っていきましょう。ラクエリを出す必要性はないよ、あなた何を考えてるの、それは出す必要ないよ。バトルフェーズ行こう、ゴー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 、1枚で返せるのはそんなないから。ブラックマジャー、ブラックマジャーネクロバイ貼られてて1枚で返せるのはそんなないから。さあ行こう。さああとの残りライフは1350、これは辛いでしょ。波紋のバリア、ウェブフォースはそっち系のカードでなんとか耐久するしかないのでは。さあドローフェイズ、さあチャリオットいいでしょう。さあモンスターを召喚していく。さあカードを1枚セット。さあそのままバトルフェイザーゴー、アウト、クリボール、クリボールも甘え、クリボールも甘えの時代。効果モンスターの効果を全部どっからでも無効にしてくるチャリオットとかいうカード、強すぎワロタ。さあお相手の方、闇爆弾戦行け、ピカチュウ10万ボルト。さあバランス発動し、しっかり、おっと、こういうハンドはたまにある。剣闘獣のウェスパシアスだけ来ちゃう、かわいいなこいつは。本当にウェスパシアスだけ来ちゃうとね、何もできないんでね、このモンスターね、あのなんか他のモンスターありきみたいな効果持ってるんでね、しかもレベル7っていうね、なかなかに出しにくいモンスター。さあ闇爆弾選手どんなデッキなんでしょうか。マスティマ、来た、このネクロバレー刺さるやつや、ネクロバレー刺さるやつ。オーケー、あーオーケーオーケー、で特殊召喚オーケー、あーオーケー、全然いいよ、問題はないよ。ネクロバレーは辛いはず、打点師には特殊召喚ができないから、階段で言うてね、今ね手だから出せるやつ、ほんとマスティマくらいしか多分ないと思うんで、ネクロバレー結構刺さってると、あぶねー、あぶねー、激あぶねー。でラクエルを召喚していく、まあ、これだったら裏にしてもよかったみたいなのがあるけど、まあいいや、とりあえずバトルフェーズに入って、さあラクエルで攻撃してダメージステップまで行った時にウェスパシアスさんが特殊召喚、ウェスプルシアス特殊召喚、そして300バインからの2800、 OK 終了。さあこれは辛いでしょう、これは打点師からは辛いでしょ、これウェスパシアス、ウェスパシアス、ウェスプルシアス and ウェスプルシアス、3302体強すぎ、どんだけ強いこのモンスター、もう無理やろ3300、さすがに無理。コズミックサイクロン、何何さあ、なるかやるな。さあ代償の効果発動していく。さあ追放が落ちた、強い。そして階段効果使っていく。そしてスペルビア効果発動、スペルビア効果発動、
シルバーチャリアット、モンスター効果をしっかりとしっかりめに無効にしていく。動けるから伊達さん、動けないんですね。さあお相手の方、会話社長よろしくお願いいたします。デュエルスタンバイ、デュエル、デュエル、 OK、 いいだろう。さあエクイティを召喚していく。そしてカードを1枚2枚、さらにネクロバレー発動、短周路だ。さあ強いですよ、なかなかこの圧倒的制圧力、底なしカナディアネクロバレー、これ先行で結構犯罪ムーブではありますね。さあカードアドバンス、さあ一体どんなデッキなんでしょうか。カードアドバンス、カードアドバンスはなかなか珍しいですね。アドバンス召喚権が1回増えて、さらにデッキトップのカードを5枚順番に見ることができるという、そして、順番を入れ替えることができるという最強カード。昔はねこのカードでなんかこうあのヘイズの召喚権増やしたりとかいろいろやっておりましたけれども、さあどうするんでしょうか。さあ海馬社長どんなデッキなんでしょうか。さあカードアドバンスでデッキトップを操作しておりますよ。さあ何かおそらくこの時はあの喋ってたんでしょうね。なんかカードアドバンスがどうのこうのみたいなあの説明していたんでしょうか。カードアドバンスの効果をマウスがそこかしこと、動いております。さあ届きませんと、届きませんと、おおいいんですか、いいんですか、そんな甘い大会でいいんですか。強いですねこれ、反応強いですね。さあこれでバトルフェイス入っていく。さあバトルフェイス入ってエクイテレダイレクトタックをし、エクイテレダイレクトタックした、 OK でエクイテちゃんの効果を発動していく。自身をデッキに戻し、違ったグラディアルビーストモンスターをデッキから特殊召喚していく。さあ コズミックサイクロン厳しい、コズミックサイクロン7回やる。さあコズミックサイクロンの効果によってそれを除外されていくのは仕方がない。まあ、これさすがにはでもベストローリーでしょう。さあベストローリーを特殊召喚していく。さあベストローリーの効果によって相手の魔法トラップカードを1枚破壊させていただきたいと、そのように、申し上げまして、あーてかコズミックサイクロン、さあコズミックサイクロンは強いぞ。コズミックサイクロン2枚強いが、あなたそれで解決できるのか。カードアドバンスで一応デッキトップ操作はしていたが、ドローセンスハイレベル、さあすごいスキルだ、さすごいスキルを発動された。魔獣の怪獣、魔獣の怪獣、デッキから獣族モンスターを3体特殊召喚できるカード、これは結構ヤバそうな匂いがしてきたか。あれこれドローセンス地面なんじゃない。あった、やべえやつだ、やべえやつだ。待ってください、ちょっと少々お待ちください。剣闘銃って彼の回答なくないですか。あれオベリスクどうやって倒すんですか。剣闘士はあれ